まあ相変わらず部屋散らかってるけど、まあ自分がなんか嘘つくよりいいかなと思ってっていうかね、本当のこと言いたいのに自分があの普段片付けできないのをいかにもその時だけ片付けといてみたいなのちょっと卑怯なことだなと思ったから、普段できてないよね、片付けられてないよね、デスクの上ちゃんあの机の上ちゃんと片付けられてないのに何もっともらしいこと言ってんのって言われると、それもまた嘘だなと思ったから、俺は片付けられないのは本当のことだし、他の本当のことをそれそこで取り繕っちゃうと言えなくなっちゃう、言う資格ねえなと思ってな、普段片付けねえのにカメラの前でだけ片付けて普段からきっちりしてますみたいなこと言うなって言われるとそれな、嘘だもんな、嘘つきだもんな人の本当のこと言えなくなっちゃうよねっていうことだから、俺の本当のとこはもう隠さないことにしちゃった急いでいいのかなと思って、いや東日本にもうこんなにもう何ヶ月いるんで、去年の11月からいるから、終わって8月になるぐらいだから、もう約9ヶ月いる、9ヶ月もあの東日本に出稼ぎでもないよ、もう当分西日本何年も帰るのやめようかなって決定的に思っちゃったことが今日はっきりと裏付けされちゃったからうん、で東日本9ヶ月もいて、意外とね懐かしの東日本グルメにハマってるんで、すげえ食いしん坊だなってまあ気づかれちゃったバレちゃったんだけどそんなにあの高級なもんは食わないんだろうけどっていうねすごい一食さな1万とか何万とかするようなものは食わないかもしれないけど、意外と腹ペコちゃんなんだな、食いしん坊なんだなっていうのがまあもともと知ってたと思うけどね、昔の体型すればねっていう。でお蕎麦西日本のやつお蕎麦って普段めったに食わないかもねって思ったんだな。で東日本の人は最近はもうあのなんていうの、丸亀製麺みたいな西日本っぽいうどんとかも食うようになったから、そんなにうどんも最近の人は東日本でも、東日本の最近の人の方が全然いろんなもん食ってそうだなと思って、逆に俺西日本で食えなかったものを東日本で久々にもういろいろ、あれも昔食ってたなっていうのを食えるんだけど、本当はね、夏だったりすると冷やしたぬきそばっていうのが35年以上前にもあったんだよ。で、ふと思った、そばって思い出したけど、まあ昔だったりすると西日本でも駅のホームの中に立ち食いそば屋さんあったんだけど、最近駅のホームっていうプラットホームがあるじゃん、あの電車乗るとこね、あそこの立ち食いそば屋さんが残ってるとこめっちゃ少なくなったね、東日本もね、西日本も少なくなったと思うよ。それで立ち食いそば屋、立ち食いうどんみたいなところで、あでそのちゃんとしたおそば屋さんのそばっていうのはそんなに昔は食うことはなかったかもね、あのお店構えてるところよりも立ち食いそば屋さんで、しかもホームの上の立ち食いそば屋さんで1杯300円とか280円とかの、 あの立ち食いそばを食うのが30何年前のその駅のホームでの軽い食べる軽食っていうかだったんだけど、そこで冷やしたぬきそばっていうのは当時もあって、まあいわゆる揚げ玉、西日本でいうところの天かすだけどあのぶっかけのそばにぶっかけっていうのか、当時ぶっかけっていうか分かんないけど、ぶっかけのそばに揚げ玉乗っかってるね、天かす
西日本でいう天かすが乗っかってるぐらいの、あとまあうまくいきゃ刻み海苔あったかなと思ったんだけど、で昔はあの店を構えてる蕎麦屋さんに行く時っていうのは、逆に俺なんか貧乏な20代だったから、蕎麦屋に行くっていう時はあれだったよ、あの蕎麦を注文する以前の問題で、天丼とかを食いに蕎麦屋さんに行くような、天丼とかカツ丼食う時にだね、そう、天ぷら屋っていう今もあるかもしれない、高級な天ぷら屋さんね、天ぷら専門店みたいなとこはすごい高い天ぷら屋さんだから、そういうとこは未だに行ってないけど、天丼食うっていうと蕎麦屋さんだったりしたから、逆にお店を構えてる蕎麦屋さんで食ったもんっていうのは、あの蕎麦じゃなくて天丼食いに行ってたみたいなところはあったかもね。若い頃はエビとかも全然アレルギーなかったんで、今あるから食ってなかったのを不思議に思ってたと思うんだけど、ある時からエビのアレルギー、エビカニのアレルギーになって、これ言ってもうバレてると思うから言っちゃうけど、エビとカニ嫌いではないし、若い頃天丼食ってたぐらいだから、エビ天が入っている天丼食うの好きだった、エビフライよりエビ天の方が好きだったかなっていうのはあるから、まあそれはいいとして、たぬきそば実は まだ三十何年ずっと35年以上しばらく冷やしたぬきそばをまだ食ってないんだよね。食おうかと思って、今年の夏明日ぐらい食っちゃおうかなと思うけど、実はわざと食わなかったんだ。俺ざるそばと盛りそばの違いがね、いまだにね分かってなかったのに気がついたんだよね。だけどこの前田舎から両親が上京に来たんだけど、それ俺以上にそばに分かってなかったの。ああやっぱり西日本の人間っていうのはそばっていう食い物をほとんど普段の生活で馴染みのないもんなんだと思って、たまたま三十何年前に、4、5年東日本にいたから、あのそばってどういうもんかってなんとなくは全く西から東来たことない人間にとっては、あの俺はある程度分かってたから、まがいなりにもね、そんな立ち食いそばしか食ってなかったけど、そば屋では天丼食いにそば屋に行ってたみたいな感じで、そんなに粋なそば通でもなんでもないかった。だけどあの本当このコンビニそばにしても、こういうねどうやって食うか分かんなかったんだよね、うちの両親とか弟がね。それで、でもね、蕎麦屋でまず金がないから盛りそばを頼む。盛りそばだってざるそばより安いからね。だけど俺実はざるそば、あんまりなぜ盛りとざるの違いっていうのが実は分かってなかった、今までね。で安いからどうせなら盛りでいいじゃんとか思って、盛りそばばっか食って、盛りそばでよかった。ざると盛りがある、まあいい、盛りそばを食って、盛りそば食いたければ金なかったら盛りでいいじゃんとか思って、でざるだったりすると、俺ここのざるのここの下のなんていうの、このとこが丸いとか四角とかの違いなのかとか、それとも具が違うのかとか思ったんだけど、まず盛りそば食って、次の別の日にざるそばを頼むところで、よく考えたら具はそんなに変わらないのかなと思って、気づかないところで違ったのが、そこの違いが分からない。すごい恥ずかしいけど、あの蕎麦屋のおかみさんに聞いた。そしたら、ざるっていうのは刻み海苔が振ってあるのがざるなんだって。どう違う、なんかのどこが違うんで、いまだに分かってないんですけどって言ったら、刻み海苔であの値段が100円ぐらい、100円っていうか、まあ多少違うじゃん、盛りとざるで。刻み海苔が違うんだ。知らなかったよ。刻み
のリクワット、まあそれはいいけど、俺はあのなぜ冷やしたぬきをわざと外したかっていうと、多分うちの両親とか弟はざるそばとかもりそば食ってるの、そばつゆで、あ、そばつゆをそば湯で薄めて飲むっていうの全然知らないと思うんだよね。西日本の人間意外と知らないやついるんだよね、昔の人間特にね。最近グルメ番組とかあるから知ってるかもしれないんだけど、あの俺はそれは知ってるから、まあ暑い日にあのざるそばやもりそば食った後はそば湯をあのつゆに入れて飲むんだけど、そうすると別にあの甘ったるいあのスポーツドリンク飲まなくても、汗で失われたあのナトリウムの補給にもなるし、暑い日だったらそのまあ別にうんと冷やしたぬきの冷やしたぬきそばのあのぶっかけたその残ったつゆを飲めいいんだけどねっていうね。だけどそのざるや森のつゆのそば湯のこと知らないと思うよ多分そのそっか、じゃあ今度は冷やしたぬきを食っちゃおうって感じだけど、まあ駅のホームのそば屋さんが少なくなってめっきり少なくなったのは何か訳がありそうだなとは思うけど、それの理由は知らない本当は駅のホームであの立ち食いそば安く食いたかったけど、昔と物価も違うし、あの立ち食いそば屋さんも少なくなったねって感じだねまあとてもいい話だけど、どっちかいうとうどんの方が同じ値段だったりすると、腹だけあの満腹になるにはうどんの方が良かったりもするけど、どうでもいいかな。だけど東日本イコールそばってわけでもないちょっとあの信州っていうか甲州あたりの方に行くと、東にまだ東日本にあの富士山のあたりあっこ行くと、あのほうとうっていうのがあるらしいっていうのは知ってんだけど、ほうとうはまだ食ってないけど、俺は名古屋にいとこがいたりしたからあのきしめんは知ってんだよねだけどあの昔東京に行った時に沖縄そばの屋台でもないけどちょっと安めのお店があったから沖縄そばの食ったんだよ。そしたら、あ、この麺ってきしめんっぽいですねって言ったら、まあ沖縄もそういう平べったいうどんみたいなあの麺なんだよとか言われたんだけど、それ知らなかった。まあそういう平べったいなんかうどんみたいな平べったいのがああいう麺がね、きしめん、名古屋はきしめんだけど、俺多分ほうとうっていうその麺料理もきしめんっぽいっていうか平べったい麺で白いね、あれにそばで粉が入ってるかどうかは知らないけど、だけどきしめんとはスープが違うとは思うけど、そんなこんなで、北海道だと味噌ラーメンだとか九州だと豚骨ラーメンだとかいう以前の問題に気がついたんだよ今日ね。ドコモショップ行って電話機変えたんだよ。根本的なことが違ったのが、俺三十何年か田舎帰ってた間、なぜか中学校1年までの記憶っていうか中学1年以上から成長しないような子供のまんまの生活を強いられてるの、これ冗談でも何でもなかったと思った。いやそれ裏付けがあったんだよ。 iPhone にスクリーンなんとかっていう機能じゃないけど、子供についてる、子供っていうか未成年になんていうの、保護者がつけるスクリーンセーバーじゃない、なんだっけな、スクリーンなんとかっていう、まあそのアプリがお客さんどう見ても未成年じゃないですよね。で、お客さんの保護者誰なんですかって聞かれた時に、俺の前の機種の iPhone にそれがついてた、機能してたし、それ大人についてるもんじゃないですよって話だったんだけど、ああそうだ、俺なんで その機能ってスクリーンって何とか思って、あの画面上のスクリーンかと思ったら実はフィルターのスクリーンなんだってことが分かって、大人が
これ使わしたくないって時に、あの保護者がコントロールできるフィルターの機能が働いてて、俺にこれさせねえぞっていうの、誰か俺の両親なのかと思ったんだけど、それ俺が田舎の30何年前にね、帰った途端中学1年生までの記憶でしか語られなくなった生活を30何年間過ごしたし、まあすごい子供っぽい生活をずっと30何年間しなきゃいけなかったっていうのは、それはねそういうことなんだよ。前の iPhone 岡山県で作ったし、同じドコモショップだったんで、ドコモショップではあるけど、まあ岡山県のドコモショップで作った時に必然的っていうか、運を言わさずその機能を入れられてたんだな。いやそれ俺あの成人なのにそれ入ってたなと思って、それ誰が設定したんだろうってことで、そもそも岡山県っていうのはそういうとこだったんだと思って、それでまあ岡山県だからなのか、岡山県はそこまでそんな極端なところはありそうだなとは思った。極端っていうか俺だからそうだったのかは分かんない。まあ多分俺の性格上そう思ったのかな、もしかして岡山県の人たちのそのお金儲けの問題で俺が都合が悪い人格っていうかな、性格でも何でもなく人格っていうかさ、パーソナリティっていうかさ、まあプロフィール的にそういう、なんか昔からもうマイナンバーとかいうよりも個人情報とかいう以前の問題で、個人の生活なんてそのお上にはバレてるから、バレてるっていうかそれ、ね、生活の様子を逐一知ろうと思っても知れるじゃん、知る方法をマイナンバーカードに裏付けなくてもいいよね。ただ銀行口座とかそのスマートフォンの通信の手段でもコントロールできるようにしようぜっていうのがそれだったんだなっていう、そこで根本的に考えて、 iPhone ってこれ日本の会社が作ってる電話機じゃねえな、その機能日本の会社の電話機にないなと思った。アメリカとか、まあアメリカだしな、でもアメリカの iPhone でその機能を使ってる成人がいるかっていうと、それは少なそうだね。あの保護者がやんない、設定しなくても、ね、うん、しなかった場合ね、成人は保護者いない、保護者っていうか未成年のその機能必要ないはずだからさ、よっぽどあのできない人以外ね、あの能力的に生まれ持ってね、だけどそれ俺にその選択の余地を与えないっていうのは、これ根本的にそばの東とか西とかの問題でもないし、北海道とか豚骨ラーメンでもなかったって、ヌードルじゃなかったなということが分かったんだなと、これ国内問題じゃなかったって、アメリカ合衆国でそういう問題ってあるのって考えた。で最初俺音楽と特にロック関係好きだったりするから、まあ格好としてはまあ神奈川県で珍しめのモッツっぽい格好するんだけど、でもモッツのルーツって遡ればジャズだったりするし、実はモッツの格好してたミュージシャンもルーツとしてはロックンロールで、黒人のロックンロールよく聴いてるしね、ロカビリーみたいなやつの時代のロックンロールのやつも実は黒人っぽい、音楽とあんまり一聴して、歌い方はよく聞けばもう全然違うかもしれないけど、あのギタースタイルよく似てたりするから、全然ルーツ的にそんなに全く別物でもないし、これジャズ、まあ、俺がたどり着けるとしたらジャズの記憶までだなと思ってよく分かったよ。まあ、セロネアス文句って知ってる人はもうかなり増えたと思うんだけどいわゆる昔は営業許可書っていうか、ライブのねっていうかナイトクラブでの営業許可書ね、ジャズミュージシャンが、それキャバレーカードって言って、
日本でいうキャバレーとはちょっとイメージ違う意味でキャバレーっていうんだけど、昔はキャバレーっていうのがその夜のミュージシャンとかエンターテインメントの発表の場っていうかさ、テレビのなかった時代、特にね、ラジオとかだけの時代でも、ラジオ以前でもそうなのかな、アメリカの法律でいうところの芸能界の営業許可証っていうのが昔あったんだよ。70年代初期まであったか、いつまであったか知んないけど、まあそれを没収されて、まあ営業許可証だから、まあ釣りの観察とかさ、車の免許みたいなもんだよね。免許なしで運転すると警察に捕まっちゃうし、まあ車乗っちゃいけないよね、そもそもね。だから人前で演奏するのを許可証なんだよね、その免許証。それ取り上げられるような事件に巻き込まれたっていうか、まあいわゆる後輩ミュージシャンの罪をかぶって、ミュージシャンとしての人前で演奏することの営業許可証を没収されちゃった、まあいわゆる昔の40年代後半から活躍したミュージシャンがセロニアス・モンクっていうんだけどセロニアス・モンク、かなり変な、いわゆるクラシック音楽しか聴かなかった人間にとって調子外れのピアノを弾く人なんだけど、でも調子外れのピアノ、セロニアス・モンク以前にいたかっていうと、実はデューク・エリントンも3人っていうか、まあオーケストラでやらない時ね、ピアノとベースとドラムだけのトリオの時のデューク・エリントンのピアノのマネージャングルっていうのがあるんだけど、おお、それ今回マネーすごい大きいんだよっていうねまあそのマネージャングル聞くと、セロニアスとモンクに引きを取らないぐらい調子パズレのピアノ弾いてるな、A 列車で行こうの大御所オーケストラのピアニミュージシャン作曲家がね、デューク・エリントンが調子パズレなんだよ。マネージャングルって聞いてみればいいと思うけど、オーケストラよりもかなりだから、あのセロニアス・モンクのルーツというか似たようなタイプのピアノスタイルは、実は以前にもデューク・エリントンがすでに弾くようなああいうスタイルなのまあクラシック音楽のバイエルンしか知らない人間にとって、これ絶対音符間違えた音弾いてるでしょうみたいな音を弾く人なんだけど、それはいいとして、没収されたセロニアス・モンクがナイトクラブでもっぺんやるために、その営業許可者としてのね、キャバレーカードで、おさわりバーのキャバレーとはまたちょっとイメージ違うんだけどね、演奏許可証みたいなもんで、それを再発行してもらうのにすごく力になってくれたお金持ちのおばちゃんがいるんだよ。未亡人でね、おばちゃんって言っちゃ悪いけど、ね、まあおばちゃん、まあ俺らからすればもうおばあちゃん以前だよね、亡くなってるからねすげえお金持ちなんだよ。パノニカ・ドヌークで俺は本名を覚えてんだけど、今 YouTube でパノニカ・ドヌークじゃ出てこない。パノニカはそのまま使われてんだけど、名字変わってんだよ、ドヌークじゃないんだよね。俺は名字ドヌークだと思ったんだけど、ニカ夫人って聞いたことあるじゃん。まあ藤田ニコルみたいなもんだよね、ニコとかニカとかさ。まあ本名パノニカっていう名前なんだけど、パロニカさんっていうファーストネームなのかな、ミドルネームなのか忘れたけど、パロニカ・ドヌークっていう、まあ、金持ちの未亡人のおばちゃんで、かなり別品の方のねおばちゃんがいたんだけど、まあ未亡人だからセロニアス・モンクとも仲良かった、だいぶ仲良かったし、力になってくれた人だからさ、人前で演奏するのね、それすげえ金持ちな方なんですよ。すごいアメリカでも世界的にも大財閥のさまあどこにお嫁さんに行ったのか、まあそのお婿さんが昔いたけど、まあ未亡人だから、その旦那さんは亡くなった後にセロニアス・モンク、いやジャズの好きなお金持ちのおばちゃんがいたんだ、ロスチャイルド財閥って聞いたことあると思うんだけど、最近のヒップホップのミュージシャンはよくね、財閥の名前でもどっちか言うとロスチャイルドじゃないロックフェラーっていう、ロックフェラー財閥、最近あんまり元気なさそうなんだけど、ロックフェラーのことを賛美するような歌詞が多かったから、で
その財閥のその傾向についてね、ジャズ好きのおばちゃんだけがちょっと変わったロスチャイルド家の金持ちだったんだなっていうのはだいぶ前から知ってたんだ。ロスチャイルドっていうのは本当はジャズなんか聴くようなお家柄じゃなかったっていうか、そうでもないかもしれない、今にしてみればね、今となってみればなんだけど、当時だとそういうお金持ちがジャズっていう、まあ特に黒人ミュージシャンたちをのパトロンっていうか、その応援活躍の場を応援するような金持ちっていうのはロスチャイルド家すごく珍しい話なんだよ。どっちか言うと庶民的な、庶民でもまあどっちか言うとそんな金持ちから寄せて庶民に対して哀れみを持つような財閥の家系っていうのは本当はロックフェラーだったりするんだけど、そこがな複雑なんだよ、矛盾があったりするから世の中ってさ。だからそのパトロンの別品の不思議なジャズが好きだったっていうね、ロスチャイルド家にしてはすげえ珍しいおばちゃんがいたせいで世の中複雑になってるかな。それ関係、音楽とは関係ない話だったんだよね。だから当時も黒人のミュージシャンたちの間ではなんでああいう他のあのおばちゃんの家柄で言うと他の親戚全員俺たちにすげえ厳しいようなあのお金持ちの家系の人じゃんっていうのが当時の本当の本音なんだよね。どっちか言うと俺たちにある程度哀れみ持ってくれる人たちっていうのはロックフェラーの方、ロックフェラー財閥の人じゃんっていう感じではあるから、最近のヒップホップをの人はそれはまあ素直にロックフェラーっていう言葉がすげえ歌詞に出てきた時期があったね、10年ぐらい前まではね。最近使わないけどロックフェラーってもう現実味を帯びてくると、ロックフェラーとロスチャイルドのことについてすごく掘り下げちゃうと本当怖くなっちゃうからさ。っていうことで、そばの問題、そばうどんとか豚骨味噌ラーメンとか豚骨と味噌の対決とか醤油とかの問題でも何でもなかったって話に分かったんだな。今日スマホの設定にそんな子供用設定がうちの両親以外の人間にされてたってことでねっていうね。